このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドの絆あかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。ロードエルメロイ2世の冒険について、語っておきたい。事件簿シリーズは完結したけど、今度は冒険だ。事件簿シリーズだと、時計塔をベースにしたエルメロイ2世とグレイの話が展開されていたが、冒険からは、よその勢力がどんどん生えてきて、新時代のタイプムーン解釈を広げてくれてるよ。ナスキノコ監修は基本。とりあえず一つずつ、そこら辺を見ていこう。冒険は、ステイナイトでの第五次聖杯戦争が終わった後の時系列だよ。ただフェイトルート、アンリミテッドブレードワークスルート、ヘブンズフィールルートをどのルートの後か固定化することはせず、独自ルートという扱いみたいだよ。一応、リンがシローを連れて時計塔に留学してたり、二世とシローの遭遇もあったのよね。フォローの状況みたいなもんだと思えば、まあいろいろ納得いくよね。解体戦争まで繋がる話でないといけないわけで。というわけでリンちゃんさんが、二世、グレイと共に行動することになるよ。事件簿シリーズの時はステイナイト以前だったけど、今回は、その後だからリンもいるのね。そしてキーパーソンになるのが、記憶喪失の髪を食らった男、である赤い髪の青年エルゴ・カリ、だよ。エルゴは、アトラスインのクルドリス家、方向会の人、そして三霊法廷の仙人によって、神様を三柱食わせていた。待ってくれ。三霊法廷って何？東洋の魔術組織、思想魔術という別の系列で、構成員では時計塔を上回るかもしれないと言われてる連中だよ。アトラスイン、三霊法廷、方向会の人たちが共同でエルゴに髪を食わせて謎実験をしていたという話だね。あと三霊法廷の仙人無色さんは、コウさんとグビジンパイセンと昔ガチでバトルしてた過去がある教授の仙人だよ。無色おばあちゃん。一方でアトラスインも、6弦なるアトラスインバンロード、の設定が登場してきた。今までのエルトナムの話だけっていうことではないのね。ということでクルドリスさんちのラケオ、クルドリス、ハイラムも、エルゴ争奪戦に参加するよ。そして方向会の人は、2巻で出てくるんじゃないかな。時計塔の話だけでなくて、魔術組織の争奪戦になってきてるわね。エルゴとは何者か。でもこのままだと記憶を食われて人格が吹っ飛ぶので、下ろされた髪を暴くことに。日本を訪れて、両ミミキアに接触するのも、エルゴが食った髪を探るためっぽそうね。他にもグレイが数年経っても、15歳の時から肉体年齢変わってないとか、ライネスのこと友達だと思ってるとか。あれ？そういえば解体戦争は？大体気にする人もいるけど、まだ直接関わってないんだよね。二世自体は、エルメロイ教室が軌道に乗ったら最後に引退して、魔術師としてやりたいことやりたいって言い出してるんだけどね。解体戦争については、劇場版ヘブンズフィールの円盤ブックレットでも語られてるわね。ヘブンズフィールでも解体戦争というか、再稼働しないところに持っていく撤去、作業は必要になる。何にせよ、どこかで悪用されないようにしておく必要があるのよね。二世。ウェイバーとリンにとっては、当事者の案件でもあるし、どっかで片付け作業やることには、なるんだろうけれども、そこは今後次第。片付けするまでが聖杯戦争です。まあ、ここまで言っておいてなんだけど、本作、冒険、は、事件簿、シリーズの続編でもあるけど、もう一つ重要なつながりがありそうなのがあって、ロード、エルメロイ2世の冒険って、フェイトレクイエムゼロじゃね。ここで、フェイクでも FGO でもないものを出してくる。フェイクもフラットが関わってるし、安否も封印されてるものも心配だけど、あっちはあっちで置いといて、FGO 君に関しては、事件簿世界でマリスビリーがオルガマリー見限ったうんたらで、逆説的に繋がらないってパターンだろうし、そもそも FGO 君の謎は、冬季に戻ったら多分、了解するパターンだろうから、モルガンもそう助言してくれている。だからこそエリセが出てくる。レクイエムが内海エリセという、
多感すぎる JC に付き合いつつ、彼女のルーツを追いつつ、聖杯戦争の後始末を押し付けられる話なら、冒険はエルゴという青年が、どんな神を食ったのかというルーツを探るための冒険でもあると思ってる。月姫リメイクのシリーズ展開やら、FGO くんのクライマックスにつなげるため、伏線かなーって。月姫は、死んだ人間が変質した、死とグール、リビングデッドが重要なファクターよね。冥界がファクターになるんかな。ケルトの冥界もふもふかみ、ケルヌンの死という霊も出てきてたり、あと FGO くんだと、エリセってどう見てもイザナミの血縁者そのものだと先行開示されてるんだけど、本へだと、エリセの親のどちらが、神聖を下ろした存在でサーヴァントハーフみたいなことほのめかしてる時点で終わってて、何にせよ疑似サーヴァントみたいな実験を受けてたのが、エリセの親であると思ったところで、ヨモツヘグイに例えられて、水神、も取り込んでるエルゴくん、仮、ですよ。水神のヒントは三蔵ちゃん。エルゴが取り込んだ残り二柱も気になるわね。方向界の魔人さんが誰なのかなぁ。ヒトセバーちゃんだったりしないかなぁ。あの人、時計塔の魔術師には見えないんだよなぁ。つまり、エルゴの元々の名字は、ふつみだった。ちなみにこれはほぼ確定だけど、冒険、時点でエリセは、生まれてない可能性が高いよ。エリセは2011年前後生まれっぽいので、2008年前後っぽい冒険では、そもそも生まれてすらいないのだ。他にもエルゴが、グレイのようにサーヴァント性抱えてる知性体を食いたくなる神食い衝動、みたいなのも、エリセも結構それっぽいっていうか、エリセのサーヴァント特攻って、割とそういうところあるからね。神食い衝動なのかどうかは、まだわかってないけど。キアラ説は？ナミさんがキアラの偽名なんでしょ。まだ撤回してないぞ。でもエリセっていうか、イザナミ自体が結構、今後重要な位置づけじゃないかなぁという気はするのよな。国海神話が、妖精国で毒殺されてブリテンの大地に埋め立てられた異文ケルヌンの巣にも繋がるところある気がするし、月姫世界にも、本来死んだ人間の魂が行くわずの冥界の存在が、重要なファクターになる気がする。一つ言えるのは、冬木の大聖杯は完全撤去しないといけないってところね。レクイエムも冬木がなんかの爆心地になっててエリセだと羊からして近づけないみたいなこと言われてるし、ウェイバー一派が、解体戦争にしくじったらエリセがボイジャー君たちとどうにかしなきゃいけなくなりそう。何にせよエリセもエルゴも、今後の謎を明かしていくタイプよね。両儀ミキヤさんが、結構早いうちに解き明かしてくれそうな展開に期待ですわ。今後に期待しつつご視聴ありがとうございました。